皆さんどうもこんにちは、キャベツです。今回ご紹介するのは最もマップの面積が広いゲーム。まずディズニーランドが 0.43 平方キロメートルということを頭にご覧ください。第一位にはとんでもない広さのゲームをご紹介することになるでしょう。では行きましょう。第10位、ジャストコース1036平方キロメートル。スクエアエニックスから2016年1月21日に発売されたジャストコース3、その広さはリアルスケールで1036平方キロメートル。こちらディズニーランド2325個分、だいたい岐阜県の郡上市と同じぐらいの大きさです。数あるオープンワールドの中で屈指の広さを誇るマップを舞台にしたタイトルで、本作の主人公は革命や政権転覆など幾多の困難な任務を成功させてきた凄腕のエージェントリコ・ロドリゲス。彼の目的は独裁者ディラベロ将軍に支配されている故郷のメディチを救うべく、幼なじみのイッツ・ミー・マリオが属する反乱軍と共にディラベロ軍の施設を破壊したり、軍の勢力下にある町を解放したりとするのが大まかなゲーム内容です。メディチは地中海にあるという設定の国で、大小さまざまな島からなっており、このメディチが収まるマップはほぼ正方形で、その一辺の長さは約32キロ、 32×32 イコール1024なので、確かに全方キロメートル以上の広さはあるようです。リアルスケールで作られている世界なので、当然ながら車や飛行機といった乗り物の速度表示も正確、時速10キロで1時間走れば10キロの距離を移動できるというわけですね。ゲーム序盤で手に入る小さい飛行機だと、高度を一定に保った場合の最高速度は時速275キロ、これで飛ばすとマップの端から端までは約7分かかる計算になっています。7分と聞いて狭く感じる人もいるかもしれませんが、結構な速さで流れていく景色を見れば、これで7分飛べるなんてどれだけ広いねん、あんだれという気持ちになるはず。飛行機でこの時間なので、他の移動手段になるとこの世界がさらに巨大に感じられてくるでしょう。とにかく広いマップなので足の確保は重要。広すぎるオープンワールドの破壊神となって駆け巡るリコ・ロドリゲス、その広大すぎる世界を体験してみてはいかがでしょうか。第9位、アシェロンズ・コール1295平方キロメートル。1999年にスタートした MMORPG の今作、だいたい山形県の鶴岡市とだいたい同じ大きさ、ディズニーランドなんと2877個分。現在はサービスが終了していますが、マイクロソフトによってサービスが行われていたアシェロンズ・コールは、ある惑星を舞台にしたファンタジー MMORPG。 MMORPG というジャンルの基礎を築き上げたアルティマ・オンライン、エバークエストと並ぶ北米産 MMORPG の御三家とも言われていました。アクセスしたサーバーによってプレイヤーが分断される問題を独自技術で解消し、一つの大きな世界として描き上げるなど、技術的にも優れた作品です。第8位、テストドライブアンリミテッド1600平方キロメートル。1558平方キロメートルの静岡県松浜市と大体同じ大きさ、ディズニーランド3555個分。テストドライブアンリミテッド2はエデンゲームズから発売されたドライビングシミュレーションゲームソフト。舞台となるのは常夏の島ハワイ。ハワイといえば年間約700万人もの日本人が訪れる泣く子も黙るほどの大人気観光地のメッカの大御所。今回登場するのは広さ約1600平方キロメートルのオアフ島。オアフ島にはハワイ州の州都ホノルルがあるほか、有名なビーチや観光スポットも多く、日本からの直行便は一部を除いてホノルル航空空港に到着するという、まさにハワイの玄関口でそんな広大なオアフ島を丸々再現し、その中を自由に走り回れる今作。一般車は交通ルールに従ってそこら辺を走り回っており、ランドマークとなる有名観光名所も数多く再現。風景を眺めながら海岸線をぼんやりと走ってみるのもよし、そのまま市街地から離れていくと徐々にそれらしいのどかな風景に変わるなど、建物から樹木までモニターに広がるのは間違いなくハワイそのもの。実際にオアフ島に行ったことがある人はその再現度の高さにちょっぴり感動できるはず。ただゲーム内で一人ドライブしてると寂しくなってしまうかもしれません。第7位、ザ・クルー5000平方キロメートル。突然3倍の大きさで、なんと千葉県が丸々入る大きさ。ディズニーランド11111個分。ザ・クルーはフランスの UBI ソフトより2014年12月4日に発売されたオープンワールドレーシングゲーム。時速100キロで走っても一周するだけでなんと4時間かかるその広さ。アメリカ全土を再現し、もちろんアメリカ国内であれば目に見える場所にはどこでも行けるドライビングゲームです。千葉県は一周500キロメートルほどなので、自動車を使っても時速50キロで走れば10時間かかることになる計算ですね。しかも道は外周だけではなく、縦にも横にも無数に道は張り巡らされているので、あらゆる道を
を走破するには多大な時間を要することになります。本作ではレース以外にフリードライブモードがあり、これこそ本作の真骨頂ともいえるモード。入手した乗り物を自由に乗り換え、街中を自由にドライブしたり飛び回ったりできるのが魅力的。何しろ本作ではどの車両も他の車と激突してもダメージを食らうことがなく、ほぼ無傷、つまり気兼ねなくスピードを出し、遠慮なくオーバースピードで突っ込めるから最高に気持ちいいんです。この広大なフィールドを自由気ままに探索したいと思った人なら即購入すべし。期待は裏切りません。第6位、フューアル。14,400平方キロメートル、またもや3倍の大きさで、これまた日本第2位の面積を誇る岩手とタメを張る大きさ。こちらディズニーランド32,000個分。この大きさは東京、神奈川、千葉、埼玉の4県を足した面積をさらに上回り、マップの端から端までバイクで移動するだけにも優に3時間はかかるという果てしない広さ。マーティン・スコセッシの映画と同じくらいの時間ですよ。これは半端ねえ。2009年時点では世界で最も広いプレイ環境を持つ家庭用ゲームとしてギネス世界記録に認定されたそうです。おめでとう。2009年に国内外で発売されたレーシングタイトル、フュエール。本作の舞台は環境汚染が進んだ近未来。マップは北アメリカの荒野をモチーフとしつつも、グランドキャニオンやユタの平原、イエローストーン国立公園やレーニア山といった北米大陸の様々な地域や観光名所など随所に盛り込んだ、いわばベストセレクション的なものとなっております。またこれらのマップは全て衛星データを元にデザインされており、レーニア山の標高からグランドキャニオンの深部に至るまで実在の地形を限りなく忠実に再現しております。開発者でさえ到達していないエリアがあるらしく、もう頭いっちゃってんな状態。開発者はマップに何を配置するかで発狂しそうですよね。第5位、ギルドウォーズキャンペーン3、審判の章。38,850平方キロメートル、ウクライナのハーイスインから首都キエフまでの直線距離に相当。もうでかさがよくわからんくなってまいりました。ディズニーランド86,333個分。すいません、特にマップの広さに関する情報がなかったので次いきます。ザ・ロード・オブ・ザ・リングスオンライン、77,700平方キロメートル、パナマと大体同じ大きさ。ディズニーランド17,111個分。そろそろ天文学的な数字へのカウントダウンが始まってまいりました。ロード・オブ・ザ・リングオンラインでは残念ながら日本サービスが終了してしまいましたが、指輪物語の世界観を忠実に再現した中津国を舞台にしており、ゲーム用に原作にはなかった新たな設定を独自に加えています。中津国を忠実に再現する広大なマップは Google マップ API を用いたゲーム内マップが登場するほどに広大で、なおかつまだ中津国南部に広がるローハン地方やゴンドール、そして目的地でもあるモルドールが存在し、とにかく広すぎてうんこ漏れそう。やっぱりオンラインゲームは広いですよね。プレイする人がもう膨大なんで小さいと飽きそうですし、ただ広すぎるあまり中身がすっかすかになりがちなんじゃないでしょうか。しかしなんと今作は海外ではさらにアップデートを控えており、さらにマップが広くなるという見込みがあるというらしい。これ以上広くしてどないすんねん。第3位、ジ・エルダースクロールズ2、ダガーフォール、16,1600平方キロメートル。こちら北朝鮮よりも大きく、ウルグアイと大体同じ大きさ。こちらはですね、日本の陸地の総面積のうち約 40% に当たります。そしてディズニーランド359,111個分。もうディズニーランドの計算ようわからんことになってますね。1996年に登場したエルダースクローズズシリーズの2作目、ダガーフォール。こちらの画像の左上に存在する赤い点が、発売当時マップが広すぎると話題になったジャストコーズ2のパナント。腹クソレベルに小さい。 2.5D を実現したエンジンで開発されたダガーフォールの世界には1万5000もの街が存在し、75万人の NPC が生活。オブリビオンやミラーワインドでもおなじみの戦闘だけに止まらない生活系スキルなども含めた豊富なスキルなど、戦闘をほとんど行わなくても生きていける RPG 世界がすでに再現。今作はレースゲームのような車がないので、端から端まで歩くとすると単純計算で1950時間かかることになります。約81日歩きですね。現在はですね、ベセスタから公式で無料配布されているものの、プラットフォームは PC、 それも MSDOS のみの対応という非常に困難な環境。こちら起動させるには Windows 内にて仮想環境で MSDOS を起動させ、その中で起動させるというくっそ回りくどい方法を使わなくてはならないので、プレイする方は注意が必要です。第2位、マインクラフト409,600万平方キロメートル。はい、みんな大好きマインクラフト。この広さ天文学レベル。その広さ地球約8個分。ディズニーランドこれ何個分になるんですかね。91,222,222個分です。でかすぎ。
マインクラフトは四角形のブロックで形成される世界。水平方向にはほぼ無限に広がる平面です。しかし中央から3000万ブロック離れると、全てのブロックは偽のブロックと化し、その上に立つこともいじることもできなくなってしまい、こちらはしばしばワールドの果てと呼ばれています。ワールドにはゲーム内構造物が生成され、雲の高さから岩盤までを含み、水平面の全ての方向に完全な 3D ディメンション空間が拡張。異なった標高、一般的なチャンクの形状、複雑な山や洞窟のシステムが作り出されるよう、複数のノイズマップを作成し、秘密のプロセスによって生成されているようです。ワールドの広さは Xbox 360 エディションでは 862×862 ブロック、ポケットエディションでは 256×256 ブロックに制限されています。コンピューター版ではワールドの大きさが実際40億9600万平方キロメートルもありますが、到達可能な領域には制限が加えられているため有限とします。コマンドでテレポート可能なのは未知の領域に制限され、この領域はブロックの設置、破壊、モブなどの出現が可能ですが、これを超えた部分へとサバイバルやアドベンチャーモードで足を踏み入れると奈落へ落下、クリエイティブモードに切り替え、空を飛ぶことでさらに奥へと行くことが可能ですが、中央から32万ブロックを超えた瞬間、こちらのメッセージが表示され、プレイが強制終了するという仕様になっております。ということで第1位です。こちら第1位はノーマンズスカイ、大きさがですね317垓平方キロメートルとなっております。317垓平方キロメートル、聞き慣れない数字が出てまいりました。こちらはですね、1、10、100、1000万、億、兆、計、垓、はい、ここですね。数を書くと、1の後に0が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20個つくという、集合体恐怖症の私にとっては気持ちの悪い気持ちに見えるデカすぎる数字となっております。地球の表面積を2億平方マイルとして計算した場合、ノーマンズスカイの地表攻撃者累計面積はおよそ、地球7兆個分に相当します。第2位のマインクラフトの約8兆倍という天文学的な広さを誇っております。こちらノーマンズスカイはハローゲームスより発売された SF アドベンチャーゲーム。宇宙での探索、生存、冒険をテーマに、プレイヤーは1800系光を超える、多数の惑星銀河を冒険し、自ら宇宙を操縦し、まあいろいろね、自由が高いゲームとなっております。はい、こちらハワイ大学が2012年に発表した研究報告によると、地球の地表に存在する砂粒の数は750系規模とされており、一方ノーマンズスカイの惑星の数はこれを倍以上上回る1800系個という数になっております。つまり1秒に1個惑星を発見したとしても、全ての惑星を見つけるまでに5850億年ものの歳月が必要となる計算になります。みんなもうよう分かってないよね。大丈夫、俺もよく分かってない。まだ今作はオンラインゲームですが、100万人が同時にノーマンズスカイをプレイする場合、同じ惑星でプレイヤーが出会う確率はなんと 0.000271%。 これを 1% まで引き上げるには、6億人が同時にノーマンズスカイをプレイする必要があるという脅威さです。まあだからこのゲーム内でもし他プレイヤーと出会った場合、あなたは人生の運を使い果たしたということになるんでしょうね。今作は発売後、ゲーム内容の劣悪さからクソゲーと評されていましたが、なんやかんやアップデートを繰り返し神ゲーに変わったゲームです。広さはもちろん、ゲーム内容も面白いので、ぜひプレイしてみはいかがでしょうか。さあ、ということでいかがだったでしょうか。3位から2位の変化はにも驚愕なんですけど、そっから1位が半端ないっすよね。もうこの世の全てのゲームを詰め合わせても多分ノーマンズスカイには及ばないというデカさ。いやー、デカいってロマンですね。僕も大きなタワーに挟まれながら宇宙を旅して、じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムもやってるので登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。